本日はアーティストの根本優斗さんのアトリエにお邪魔します。インターホンですね、これ。インターホン、あ、こんにちは。あ、すいません、ミッキーです。あ、どうも、ありがとうございます。おー、すごい、やばいっすね、なんか。今ちょっと作品の、まあちょっと総合的な感じにもなったりしてて、はいはい、まあ実際に自分も住んでるんですけど、はい、ナイキあるじゃないですか。あ、そうです。ナイキなんかゴミ箱に、ゴミ箱っていうか捨てられてて。いや、めちゃくちゃあれですね、なんかアーティストのアトリエって感じですね。あ、まあ、僕はクリーニング屋さんなんで、はいはい、ガスの配管とか上にあるんですよ、ね。ああ。特殊な作りで、多分ここからなんかそのスチームみたいなの、はいはいはい、で、あ、やってると思うんですけど。へえ、面白。そうですね。まあ、でも結構まあ何やってもいい物件なんで、はいはい。まあ、アーティスト向けの物件ですよね。これ何ですか、包丁は？あ、これも僕が作ったやつ。まあ実際本当に使ってるっていうやつなんですけど。結構絵を作って、はあ、あの切れる包丁を埋め込んで、やば、結構自分にフィットするように。本当にこれ使ってますね。さっきも料理しましたし、やば。セラミック製品ってなんか本当に使えるじゃないですか。ああ、これセラミックなんですね。そうです、そうです。だからそういうのはいいですよね。これでセラミックで、これつけた後にこの包丁ごと焼いてるってことですか？あ、違います違います。包丁がもともとあって、はい、あのだここにそのまあその入るような穴を作っといて、はい、入れてボンドで止めてあるだけ。ボンドで止めて、はい、でもその鉄とセラミックが止まるようなボンドと。そう、すごい強いやつで、もうなんかすっごい硬いやつなんですけど。なるほどなるほど。で、上の階もあるんですか？はい、全然、うん、上も。あ、じゃあこの赤いやつって、あ、これはなんかその作品ですか？これ作品じゃないんですけど、はい、クリスチャニアっていうなんか、はいはい、あのヒッピーたちが勝手に作った国があるんですけど、おー、それ国旗ですね。へえ、なるほど。まあ、これはあの和食文化のものなんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい。じゃあその根本さんにそういう思想があるっていうわけではない？あ、そうですね。あ、なるほど。なるほど。あ、悟空とかね。そう、悟空とか。これは僕が作ったものじゃないんですけど。あ、違うんですか？はい、そうですね。これ結構僕が作ったって感じがしてる人結構多いんですけど。はいはいはい。ドイツのなんか旅行行った時に、あ、たまたまなんか青空市場みたいな、はいはい、なんか置いてあって、はい、それで買ったんですよね。なるほど。これすごいよくできてて、紙でできてるんですけど。紙粘土。いや、紙、張り子みたいな。へえ、面白い。壊れてたんですけど、はいはい、自分で補修して、こういう感じになってて、なんか裏もなんか、多分勝手になんか趣味かなんかで作って、そのままなんかすごい、いくらだったかな、多分なんか10ユーロぐらいだったんですけど、へえ、なんか売られてて、なんかただなんか結構熱量がすごすぎるな。すごい並々ならぬ光景というか感じたんですね、はい、なるほど。こういうだから気になったものとか結構買ったりするんですかね？ああ、まあなんかそうですね、そうかもしれない。本物とか結構めっちゃ爪切りとかがある。そうです、爪切りなんです。これはおもちゃですね、ナイフは。そうです、ナイフはおもちゃで、そうですマジでなんかガサとか入るとなんかちょっとヤバそうな雰囲気ありますよね。なんか雰囲気だけは。ああ、まあ雰囲気そうです。なんかあれ置いてないですよね。変なものは。そうですね。はい。でもなんか一回その NHK の人が契約させてくださいって言って、はい、来た時があって、はいはい、で、そのいやもう何もそのテレビないんで、ないですって言ったら、いやじゃあそのなんかケーブルみたいなやつあるんじゃないですかみたいな感じになって、はいはいはい、じゃあもう見てってくださいって言って。でもその時もっとボロボロだったんですけど、はあ、なんかちょっと見て回って、はい、もう大丈夫って言って、あともう行っときますんで、みたいな。絶対来ないようにもうずっと行ってきますってなって、それで帰ってきましたけど、ね。いいっすね、いい話っすね。へぇー。
はい、ありがとうございます。いや、でもここ屋上もありまして。屋上もあるんですね、はい、ベランダだけでなく、これもなんか今その食べれる、うん、あの植物を育ててまして、このただちょっとわからないんですよ、何の草なのか。あの自分で植えたんですか、ね、いや、もう植えたと思うんですけど、はいはい、いや結構そのいろんな種類があったんですけど、はい、これはなんかその大根の葉っぱで結構食べてるんですけど、はいはいはい、これがわからなくて、これ雑草なのか、雑草っぽいんですよ、ね、どれですか、これですね、これが大根の葉、いや、あ、これですね、これが大根の葉で、この大きいやつは大根の葉で、はいはいはい、これがわからないんですよ。一回も手をつけてないんですけど、すっごい増殖してて、あ、確かに大根みたいの生えてる、あ、そうですね、これ、大根葉っぱだけ食べてて、これがちょっとわからないんですよね、食べたい気持ちもあるんですけど何なんだろうみたいな。待って、すごい増殖してる、葉っぱはどうやって食べるんですか、あ、なんかあの茹でたりとかして、なんかその食べ物の中に入れ込んだりとかしてるんですけど、やば、そう、結構なんか昔というか、はいはい、ちょっと前までその大葉を育てたりとかしてて、普通に洗濯してますけど、ちょっとなんかめっちゃ天気いいんでちょっと、はいはい、もう全部やっちゃおうと思って、やっちゃってください、はい、はい、思いました、すみませんね、ちょっと、はい、自給自足で、まあ、クリーニング屋さんだったということもあって、はい、すごい日当たりがすごい良くて、うんうんうん、なんかすごい育ちやすいんですよね、多分。なるほどなるほど。植物とかが。なるほど。すごっ。めっちゃいいじゃないですか。洗濯じゃない、あのちょっとあの干しちゃったんですけど。あ、じゃあ。あのなんか一望できる。こういうのとかもともとついてて。これなんですか？これ、あ、そのクリーニング屋さんの、そうです、あ、もともとついてたあの物干し竿で、ここの土台自体も、はいはい、あのもともとあったもので、はいはい、でちょっともうボロボロっていうか、もともと床なかったんで、はあはあ、あの自分でちょっと張って張り替えて、おお、なんかこれなんか不思議なものですけど、はいはい、あのなんかこのだからこれを、はい、この緑の芝生がないと、はい、怖っ、うん、すごい不安になるんですよ、うん、いや、てかどうだろうね、なんかない方がめっちゃあることによって、はい、なんかこう大丈夫だと思ったら、はい、あ、足は、あ、みたいな、むしろそのなんか不安定さ、不安さ大事なんじゃないですか、人間にとってこう危ないみたいな、まあそうっすね、確かに、まあでもなんか自分はそのなんか視覚的な安心をこうなんか取ったってことですよね、はい、通常の安心よりまあそんなにでも落ちることないですから、ああ、まあ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 、そうですね、実はこちらのアトリエ紹介はもともとは根本のアトリエで開いた第1回アート空き家にと彫刻選手権のおまけとして撮影した映像でした、けれども結構なボリュームになったので、こちらも一本の映像にまとめました。彫刻選手権はまた次回お送りいたします。はい、じゃあ、ここで、はい、あの彫刻対決を、はいはい、させてもらいます、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。彫刻選手権が終わった後もアトリエを案内してもらいました。夏とか暑くないですか？いや、めちゃくちゃ暑いです。めちゃくちゃ暑いんで、でもこれ、あの、ここが、はい、あの、こう回るんですよね、こうやって。おこれで、まあ、結構、まあ、あの、ただこれ、軸が出てなくて、めっちゃ歪んでるんですよ、これ。めっちゃ危ないって、危ないっていうか、なんか、変な音してますよ。変な音するんですよね。だからこれ、限界の、今、マックスで回してるんですけど、はいはい、この状態でいることはないです。やばいっすね、これ、うん、でもなんかすごいんですよね、風が。これなんかなんでこんな感じになっちゃうのに下についてるんですか、あのなんか3みたいなの。あ、なんかこれはパーティーみたいな、はい、パーティーっていうか、なんかこうなんかその僕の友達が映画撮ってた時があって、はい、そこのロケ地に使われてたんですよ。なるほどなるほど、はいはいはい、でその人たちが、はいはい、あの
作って置いてったものなんですけど。なるほどね。これとかもだからそうですよね。そういうことなんですね。はい、剥がさないで取ってあると。そうです。でもこの3とかもそうなんですか。いや、これは僕ですね。これはあの 2に付け足した2030で付け足した感じですよね、はい、あ、なるほど。2だけあったっていう。2だけあって、もともと2だけあって2がパーティーでついて、でまあ2030にしたっていう感じですかね。どういうことなんだろう、マジで。いや、そうっす。なんかもういろんなストーリーありますよね。なんかこれとかも、うん、あのだからここまず、はいはいはい、ここの、あの排水管あるじゃないですか、はいはいはい、これがダミーだったんですよ。ダミーの排水管 で, でなんかこう入ってきた時にはいはい、はい、あのここでそのまあ給湯器あったんで、はい、あのあここでそのお湯っていうかその体を洗ったりしてたんですけど、うん、もうここにすっごい水が溜まるんですよ、毎回毎回。でも何なんだろうと思って、何かが詰まってるんだろうなと思って、なんかいろいろ掃除したりとか、はい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 、ここのだから不動産屋の人にまあちょっと頼んでもちょっとだもうなんか外で水浴びするみたいな感じだったんで、あのもうすごすぎて、あの水がすごい溜まっちゃうんで、はいはい、だからあの連絡してじゃあ工事しますってなったら、もうこれどこともつながってないよみたいな。蓋を開けてみたら、なんかただなんかついてるだけって言われて、うん、でじゃあちゃんとしたそのとこにそのつなげるからって言ってつなげてもらったんですよ、ね。つながったんですね。で今もつながってますから、なんでそれ取れちゃったんですかね。いや、取れちゃったっていうか、うんうん、え、てかな、わけがわからないですよね。どこともつながってない。普通にだってここにね、排水設備みたいなね、排水管がついてるってどういう意図で、誰が何のために。何年住んでるんですか、ここは。いや、結構長いですね。まず最初もうここネズミがもうすごすぎて、もうネズミが本当に頭良くて、で自分が出たら、うんうん、もう全部食べられてるみたいな、はい、カップラーメンとかもカップラーメンの箱あるじゃないですか、はいはいはい、もうここら辺に穴開いてて、うん、もう迷路みたいになってるんですよ、カップラーメンが。で踏んだらけで、だから、はいはい、僕のベッドすごいその位置がすごい高いんですよ。 あれってもうネズミ避けなんですよ。ネズミがもう嫌すぎて、あのなんか、あの弥生時代の人がなんかネズミ除けみたいなやつ、もうあれをその導入してたって、はい、現代において。でも今はもう完全になんかもう穴って穴全部塞いで、うん、もう出てこなくなりましたね。素晴らしい、はい、あ、これカレンダーですか。いや、これはカレンダーじゃない、これはあの本ですね。本、これはあの鷲尾くんと一緒に制作した本でして。今見せても大丈夫。あ、もちろんです、もちろんです。これもまあ一応、まあ、販売というか、はい、してるものなんですけども、まあ、これは僕が持ってるもので、なんか昔 の, その過去作とか、これ、はい、あのさっきあの粘土あ彫刻対決の時に言ってたやつですよね、はいはいはい、こういう感じで、これ写真なんですけど、はいはい、作ってて、うんうんうん、その形とか、なんかこういう感じだったんですよね。自分の写真でしたっけ、人の写真。いや、人のなんか人の写真を全身くまなく撮って、はい、そうです、まあ、人とか、まあ、服とかを撮って、あの彫刻的に360度、ね、360度にして。うーん、これなんで青いんですか。これはゴム手袋をしてるんですよね。ああ、作業してるんですね。そう、なんか結構いろいろ組み合わせてて、あ、結構思ってたのと違う、面白い。うんうんうん、そうですね、これ結構ずっとまあ、これとかもこういう人とか、ウレタンで手作ったりとか、普通に面白いですね。やってた、あ、こういう感じですね。うーん、なるほどなるほど、こういう作品だったんですね。そうなんですよね。それがその、まあ、結構粘土に置き換わっていくみたいな。え、これなんかこの前言ってたその、はい、知らない外国人の人に、はいはいはい、自分の作品の説明をいきなりするっていうやつの作品集ですか。これではないですか。いや、これもあるんですけど、はい、僕が主にやってたのはなんか絵本を、はいはい、あの作って、はい、あのそれを読ませてたんですよね。ほう、ちょっと待ってください、はい、いや、もうこれ結構だいぶもうボロボロになっちゃったんですけど、はい、これですね。
一個しか作ってないですか。いや、まあ一個しか作ってなくて、はい、これ英語版なんですけど、あの日本語版はその大量に増刷して人にあげてたんですけど、それもあの渡します。はいはい、まあこういう感じで、あのさっきのユーシットプレジデントさんが主人公の本なんですけど、はいはい、でまあいろんな人にその会ってくんですよ、うんうん、でこれ僕のなんか人生で出会った人たちみたいなのも登場してきてて、うんうんうん、まあ、これとホーさんっていう人なんですけど、うんうん、中国、あの僕がチョコレート工場で働いてた時の中国人労働者の方で、うん、すっごい仲良くなって、あの一緒にずっと同じ工場で働いてた人なんですけど、うんうんうん、そういう人が出てきたり、あのなんか犬とか、犬、まあ、これはまあアテネで見つけた野良犬なんですけど、はい、まあ、こういった出てきたり、これもそいつですか。そう、まあ、これは昔 の, その犬の思い出だから、こう、まあ、そのまあ要約をすると、はい、まあ、このおじさんがその、はい、なんだろう、冒険していく話なんですよ。でその中でいろんな人に出会っていくんですけど、うんうん、あのまあ、この犬とか最初行くの渋るんですよ。でなんでかっていうと、なんか思い出があるみたいな、思い出がおじさんとの思い出が忘れられないんだよみたいな感じで、はい、あの渋るんですけど、もう次のシーンでもうすぐいるっていう、はい、仲間になってるみたいな。でなんかこのサボテンとかは、はい、僕はそのアテネで、はいはい、アパートでほ、あの本当に育ててたやつがあって、それ今も友達にあげ、あの育ててるというか持って帰れなかったんで、はい、育ててもらってるんですけど、はいはい、やつとか、あ、本当こういう形してて、うん、こういうやつとか、なんかこういうなんかポリープみたいなやつがいたりとかして、それで、ポリープがいて、でだんだんその分かってくるんですよ。だから自分はどこにいるかみたいな。なるほどなるほど。でそのポリープをこの引っ張り出す、うん、みんなで綱引きして、で、まあ、抜けたみたいな、うん、なって、でなんかジーンズ履いてましたみたいな。どういうことだよ。でまあその全員がその抜けたら、ね、そう抜けたらでなんか合体したみたいな、はいはいはい、合体するんですよ全員が、はい、ものすごいパワーを得まして、はい、あの突き進んでいったら、はい、まあそのトイレに出てしまったみたいな。なるほど、はい、人体だったってことですか。そういうことです。なるほどね。で人体なんですよね。うーん、だからなんかこれ、まあ、今日のテーマみたいなのにもつながるかもしれないんですけど、この人って、うん、まあ、人の形してないけど、これも人体としてニューシットプレゼント考えることができるっていうか、うんうん、もうこの絵本込みで、そのサブストーリーとかも含めて、でなんか僕最近その考えてたのが、はいはい、なんか自分結構やっぱ人をすごい作ってるなって思ってて、なんかこれとかもなんか人じゃないですか。人の顔描いてるし、はいはいはい、図像みたいな、はい、なんか植木鉢とかもなんか全部その人を描いてて、なんかそれがなんか結構あのまあ、テーマとしてはそういうのが見えてきたのかなっていう。で これも人じゃないですか。であのアート秋谷二藤さんで今度展示する予定のやつも人だし、はい、はい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 っていう。ただなんでそれが作ってるかはまだ分かってないという感じですね。そうですね、そうですね。なるほど。はい、じゃあありがとうございました、うん、はい、いや楽しい、いいですね。ご視聴ありがとうございました。それでは次回、彫刻選手権お楽しみに。